皆さんこんにちは、田中エミリです。今日紹介するカップ麺はエースコック勝浦担々麺油そばです。千葉県勝浦市のご当地グルメ勝浦担々麺を油そばにアレンジ、滑らかでコシのある丸葉の麺です。適度な味付けをすることで麺の美味しさを引き立たせました。チキンとカツオベースにオニオンの甘みや風味を加えた醤油タレです。ラー油の辛さと玉ねぎの甘みで最後まで食べ飽きることなく楽しめる一杯に仕上げました。風味の良い玉ねぎ、程よく味付けした肉そぼろ、色調の良いネギを加えて仕上げています。勝浦担々麺とは、勝浦市は千葉県の南東部に位置し、都心から約75キロ圏内に位置しています。古くから漁業により栄え、美しい砂浜と宮津式海岸は日本の渚百選に選ばれています。勝浦担々麺はもともとは海女さん、漁師さんが寒い海仕事の後に冷えた体を温めるメニューとして親しまれてきました。醤油ベースのスープにラー油が多く使われたラー油系担々麺。具材はみじん切りの玉ねぎとひき肉が入ることが一般的で、お店によってニンニク、ニラ、ネギが入ったり、スープも味噌ベースのお店もあったりと、各店が特色を生かしたメニューを提供しています。私も千葉県に住む人間ではありますが、お恥ずかしいことにこの勝浦担々麺についてはほとんど知識がなく、食べることもあまりなかったのですが、やはり千葉県民として地元の味に親しんでおくことは大切ですね。食べてみた感想、結構辛いです。醤油ダレとラー油のコントラストが絶妙な旨辛さ。玉ねぎが入っていることにより多少の甘さで味のバランスが取れています。全体的にはガツンとくる主張の強い担々麺独特の風味ですが、汁なしになったことでさらに旨味がアップされています。真っ赤なつゆをすすりながらの担々麺も良いですが、まだまだ暑さの残るこの季節、もう少し汁なしの味わいを楽しみたいところですね。勝浦担々麺を油そばにアレンジ、チキンとカツオベースにオニオンの甘みや風味を加えた醤油タレ。本日はエースコック勝浦担々油そばを紹介しました。田中エミリでした。